パツキンだよ。パツキン？ Yes。パツキン？ Yes。そう、この男こそパツキン、いや世界一の腕力超人ミスター・スティーブ。その恐るべき腕力はなんと460キロのバーベルをベンチプレスで持ち上げてしまう。来た！上がっ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 た！今度は！ないよ！何でした？データこれはすごい！そんな超人は手始めにこの小さな1セントコインを素手で曲げてしまうという。直径約1センチの小さなコインを曲げるのは世界でも彼だけしかいない。OK? OK。おお、できんのか本当に。Ready? Go! うわー、来た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 曲がってこれ。顔が真っ赤だこれ。うわ、ゆでだこ状態だ顔これ。すごい。すげえ。すごい。うわ、体勢が。うわ、行ってる？もう行ってる？行ってるってこれ。すげえ。おい、ちょっとこれ見て見て。ほの1分もかからずに1セントコインは反り返ってしまった。皆さんはくれぐれも真似しないでくださいね。続いて彼はトランプ52枚を素手で真っ二つに引き裂くという。やってみましょうこれ。スティール OK? 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 Ready? Go! おっといった。ちょっと待って、立てないこれ。立てないやってるよこれ。うお、まず箱が破けて、おっとおっと、うん、ちょっと、あ、破けてきたよこれ。起きてる、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 起きてるよ。破けてきた、すげえ。なんだよ、うわー、52枚っつったら相当だぞこれ。来た、来てる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 これ。すげえ、トランプが真っ二つ。うわ、来たー、やべーなー。うわー、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃこれ。30秒もかからずに無残にも引き裂かれたトランプ。今度はちょっとした大技。うわー、車は？車を持ち上げるという。その重さなんと 1.5 トン。パツキンの美女に見守られ車に手をかけるミスター・スティール。さあ今、ね、車の後ろに手をつけて。レディーゴー。踏ん張った、踏ん張った、お、来た、踏ん張った、足から来た、来た、上がった、上がった、上がった、すげえ。1.5 トンの車は20センチほど宙に浮いた。さらにこの超人は中身の入ったアルミ缶を素手で潰すことも朝飯前だと語った。 Well, if you invite me to Japan, I'll show you a lot more things. If you invite me...と豪語するミスター・スティール。それならということで、奇跡体験のあの二人がこの驚異の腕力男を日本に連れてくる。果たして彼はどんなすごい技を見せてくれるというのか。最悪、派手だ、すごいの来ましたよ。スーパーマンみたいな人が乗ってる。アメリカンです。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン、スティールさんね。ありがとうございます。台本通りって感じだろ。スティール、Yes. Okay. How kilo? ご覧になってください。はい、You ready? Yeah! Yeah! 怖い、怖い、怖い。
左なんだ。あっという間に潰されたアルミ缶。スティールだけにアルミより強い。すごいね。すごいですね。続いてはスティールの腕力の凄さを体で実感してもらおうと。それではちょっと待って、はい、僕たちはねもう貧弱に見えるけどね、うん、意外な展開がここに待ち受けてるわけだよ。なんかあるんですね、作戦が。精神的なもんだから。そう、強い人だと思わないよ。ピンポイントがすごいよな。それはすごい。レディーになってアンビ代表中年3人組が驚異の腕力男に挑む。ちょっと待って、はい、僕たちはねもう貧弱に見えるけどね、うん、意外な展開がここに待ち受けてるわけだよ。なんかあるんですね、作戦が。精神的なもんだから。そう、うん、強い人だと思わないように、ええ、あの、はい、甥っ子だと思うよ。そうね、甥っ子か。ただの甥っ子なんだよ。僕は独身でしょ。そう、独身。こっちはもうね中二、そう、家族いる。家族もつい。しかも中二の多感な娘。そう、我々には守るものがあるんだよ。負けないぞ、よし。お前そこのとこさ、一回こう手に巻いといた方がいいんじゃないか。なんか体巻いとけ、体巻いとけ、巻いとけ。負けないぞ。 OK ですか？ ですか？うん、 OK。 それではよし、気合入ってますね。負けんのやめようぜ。いや、ほんと勝ちますよ。いきますよ。それでは、よし、はい、怪力実験、綱引き3人切り、よーい。あっ、おー、いったー。家族を守る中年3人組の力は口ほどでもなかった。嬉しいね。ここまで2つうまくいっただろ、うん、相当嬉しいよ。続いてはこちらです。じゃじゃん、指1本で250キロ持ち上げる。指1本で。それは嘘。いや、本当にこの指1本だけで釣り上げてみせると自信のスティール。そこでアンビリバボー特製の鉄籠に人間を3人乗せて釣り上げてもらうことに。鉄籠の重さは65キロ。普通はこれだけでも指1本で持ち上げるのは至難の技。じゃあ所さん、じゃあ普通の人代表ということで、はいはい、また私が常識人ですから。なるほどね。もうスタッフから段取り聞いてんだから、ここまでしか回転作んなかったんで、あとはこうやって登ってくださいって。すいません。高所恐怖症じゃないんだ。はい、全然平気。見ろよ、安全帯まで。これどう、蝶々結び。いや、違います。靴じゃないんですか。なるほど。お、これだけ、これだけかよ。腰気をつけてくださいね。持ち上げんの、持ち上げんの。指1本です。1本です。だって1本しか入んないもん、これ。これでヤツは持ち上げんの？やってやっばー。いけ、いって。いやー、やめてくれ。痛いんだよ。もう指がこんななっちゃったの。ほんと、どこさんって結構力持ちなんですよ、お笑い界では。最近170以上あるからね、だからこれ持ち上がるかなと思ったけど、指が痛くて耐えられない。あ、ちょっと動いた、ちょっと動いた。いってー、ちょっと動いた。持ち上がってないけど、ちょっと動きました。そしていよいよ江口洋介、そのまんま東、野村優香の3人がカゴに乗り込む。カゴについている鉄の鎖まで合わせるとおよそ250キロの重さである。指1本というのはすごいよな。それはすごい。こうなら分かる。手だったら分かる。なんか手で持っとこうなれば65キロぐらいなんかこういくけど。準備を待つ間に顔の中の3人にも次第に緊張感が漂う。スティールの表情も険しくなり始めた。拷問みたいなやればいいから。2回目にしてみようから。なんだよ、レディーになって。下からチラッチラッと今顔見えましたけど、怖い。怖いだろ、うん、殺し屋みたいな、ね、顔。息吹で、うん、うわ、怖い。長さは調整してる、うん、
これ背筋なんかも必要なんでしょうね。もうももから背筋から全部でしょ。行くみたいですよ。来そうだ。おお。おお。おお。2週間ほど使い物にならないという。まだかっこいいわ。It's difficult. You feel very cool. Yes. And でも我々はこれだけじゃないわけですね。目にするもの。え、まだあるんですか。何のために飛行場に来てんだよ。続いての実験はこちら。こちら。じゃん。レスナー息を両腕で止める。止める。And I just want to say to you how much I just want to love my neighbor and love my brothers here all the day, all today. ここですね、本当に皆さんの前でですね、こういったパフォーマンスができるのは幸せなことだと思います。歌とうとするわけでしょ。そう。それは止めるんだって。それは止めるんでしょ。それはルール違反でしょ。でかいね、セットって。そこで見ると人乗ってますよね。うん。これから我々は目の当たりにするものは。これを止める。止める。日本人パイロットの2人には普通に発進してくれと伝えてやセスナ2機を両腕で止めるという究極の腕力技。 We're ready. Okay. はい、それではアンビリ実験セスナ2機止め Ready? Yes. Go! セスナが一人の男に自由を奪われた瞬間である。すごいすごいわ。これやっぱ来てよかったね。すごいね。VTR で見てるとなんだこんなのあれだろうなって言ってるから、現実に見るとすごいな。すごいですね。あのロープのね、これはすごいテンションが。そう、どうもありがとうございます。すごい。Thank you very much. Yeah, have a nice day. Have a